当社にとってモビリティは新しい領域です。貢献するためにはモビリティを学ぶ必要があり、そうした思いからこれまでビジョン S の開発に取り組んできました。そして我々は安全面を支えるセーフティ、移動空間を感動空間にするエンターテインメント、それらの進化を支えるアダプタビリティの3つの領域で貢献できそうだという実感を持つに至りました。新会社では我々の技術や経験とホンダが長年培ってきたモビリティの開発力や車体製造の技術などの実績を掛け合わせて、モビリティの進化をリードできるよう取り組んでいきたいと思います。ソニーのパーパスのキーワードは感動です。ソニーとしても、この提携を通じて、モビリティ空間を感動空間へというビジョンで、その進化への貢献を目指してまいります。モビリティ業界は産業が生まれて以来初めてと言われるほどの大きな変革期を迎えています。このような中、私たちホンダはこの変化を傍観するのではなく、自ら主体的に変革を起こし、新しい時代のモビリティの進化をリードする存在でありたいというふうに思っています。ソニーとホンダは創業者同士の信仰の深さにとどまらず、人の喜びの創造を原点とする点や、常にグローバルを視野に独創性にこだわる点、また未だないものへのチャレンジをしていく、そういう気風、こういうことなど歴史的文化的に非常にシンクロする点の多い企業です。世界のモビリティの革新と進化をリードしていく存在を目指し、ホンダがこれまで培ってきたモビリティの開発力、車体製造の技術やアフターサービス運営の実績と、ソニーが有する先進デジタル技術での強みを結集していきます。いかにしてお客様や世の中の期待並びに想像を超えた価値を提供していくか、そのような観点で幅広く野心的にチャレンジし続けてまいります。